新潟市立上野山小学校は、新潟県新潟市中央区オンナイケ上山にある、公立小学校。愛称は、上昇。鳥屋の地区の中央部にあり、県庁、新潟県警本部などの主要機関が、周辺にある。昭和の新潟大火の後、市街地が急速に拡大した影響で起きた上所小学校、鳥屋の小学校、オンナイケ小学校の各小学校の、 児童数急増により生じた過密の解消を目的とし、昭和52年に三校から分離新設された。開設当時、周辺には田畑が広がっていたが、現在は市内屈指の住宅街となっている。近年は、周辺地域の再開発、宅地化による若者層の人口増加の影響により、鳥屋の小学校とともに児童数が再増加している。 全校児童数807名度児童数は2015年頃から徐々に再増加しており、2021年度は1982年以来39年ぶりに800名を超えた。新潟市内及び県内では東区の東山の歌唱学校に次いで4位。上、大海1丁目2番から9番、上、大海3.4丁目、上書上1から3丁目。 新高長1.24から11番地、出来島、出来島1.2丁目、東田来島、南出来島1.2丁目、女池上山1から5丁目、女地北1丁目、女池西1.2丁目 ABE、中央区地域カルテ、新潟市。www.city.niigata.lg.jp。2020年10月12日閲覧。 学校便乱に言い渡し、www.city.niigata.lg.jp2020 年10月9日閲覧。私立小中学校児童生徒、学級数推計に言い渡し、www.city.niigata.lg.jp2020 年10月17日閲覧。ab、上野山小学校 上山中学校にいいがたし。www.city.niigata.lg.jp。2020年10月9日閲覧。上野山ひまわりクラブ第1、第2、第3、第4にいいがたし。www.city.niigata.lg.jp。2020年10月12日閲覧。ありがとうございます。